ジャニー喜多川氏の性的虐待だけではありません。メリー氏、ジュリー氏、白波瀬氏、どの人間もこの事務所に関わっている人間、そして喜多川家の血はどうかしています。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日はジャニーズの続きではあるんですが、いつもと勝手が違います。皆さんはジャニーズタレントと言いましたら普通男性を思い浮かべますよね。しかし本日の題材はジャニーズ第1号の女性タレントです。そして最近どの時事チャンネルもジャニー喜多川氏の性加害問題についての動画が多いですが、今回はメリー喜多川氏、そうジャニー氏のお姉さんのお話でございます。ジャニー喜多川氏は何度も取り上げていますが、誰がどう考えてもモンスターです。しかし姉も負けてはいませんでした。がっつりお姉さんもモンスターハンターでいうところのアカムトルムとかミラボレアスクラスのモンスターであることが発覚しましたので、今日もいつもの動画のようにマカロンを読んでいきましょう。ジャニーズを叩いている動画、さすがケンケン先生だと感心しています。忖度なくなってくれるのが大好きで、すっかりファンになりました。ジャニーズの被害者はジュニアだけにはとどまりません。先生、飯野康代さんの無念を晴らすべく動画を作ってください。次、先生、敵はジャニーやジュリーだけではありません。メリーもとんでもない野郎でございます。先生は飯野康代という女性を知っていますか？彼女はメリーに殺されたと言われているんですが、事実でしょうか？メリー許すまじ。マカロン以外の動画コメントも読ませていただきます。こちらは梨本さんの動画でも読ませていただきました。飯野康代さんと梨本リポーターの不審死についても取り扱ってほしいです。次、北浩二さん、貴重な告発ですよね。ミスユニバース日本代表の飯野康代さんは21歳で人生を奪われたそうです。メリー氏の業の深さは異常です。はい、最後、飯野康代さんをご存知でしょうか？女性初のジャニーズ事務所所属タレントで、ミスユニバース出場やホステスなどなど苛烈とも言える生涯を送られた方です。出自はあえて伏せますが、波乱万丈の一言でジャニーズ事務所所属の方と結ばれて妊娠出産、この後闇深い事件の犠牲者になってしまいました。はい、ということで5名様また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。正直申し訳ないのですが、今回の飯野康代さんという方を僕は存じ上げておりませんでした。そしてジャニーズ事務所に女性のタレントさんがいたことも初耳でした。てっきり先入観で男性アイドル専門のプロダクションというイメージがありました。皆さんお詳しいですね。では今回はリクエストをたくさんいただきました飯野康代さんについてやっていきましょう。それでは本日の項目です。項目1、少女時代にすでにメリー氏の毒が。項目2、芸能界にリターン。項目3、恋人の子供を解任出産。項目4、早すぎた不審死の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、少女時代にすでにメリー氏の毒がです。飯野康代さんはどのような人物だったのでしょうか？闇に葬られた人物ですし、事件が起きたのは今から約50年前のことですから、僕のように知らない方も多いのではないでしょうか。まず生い立ちから話していきましょう。飯野康代さんは1950年3月9日に東京都文京区の現本駒込で生まれました。家は100坪の土地に77坪の豪邸でした。天井にはシャンデリア、庭には築山があり、使用人が何人もいるような裕福な家庭でした。しかし母飯野達子さんはいわゆる囲われ者、愛人の子供だったため、康代さんは父のいない私生児でした。ちなみに母は達代と誤植された資料が複数ありますが、正式には達子だそうです。茨城県北茨城市に鉱山を持ちます。鈴木清氏が渋谷区丸山町で一二三という源氏名の芸者をしていました。達子さんを1946年に身請けしました。以後1961年まで約15年間にわたりまして辰子さんを囲っておりました。この2人の間に生まれました子供が康代さんということになります。2歳の時に結核を患いました康代さんは医者に3日と持たないと言われましたが、奇跡的に一命を取り留めました。病気をさせたら命の保証はしないと医者に言われまして、辰子さんは壊れ物でも扱うかのように大切に康代さんを育てました。朝は10時まで寝かせ、専任の看護師までつけるという生活でした。この裕福な暮らしがある日突然崩れ去ります。康代さんが10歳の時、石炭産業の社用化で鈴木氏の会社が倒産しました。再起するためにはお屋敷を売却しなければならず、もう辰子さんたちを囲うことができなくなりました。母と娘2人は現西東京市の畑の中に引っ越し、辰子さんは再び三味線を持って芸者に戻りました。母親がいない家で幼年期を迎えました康代さんは、父親がいませんコンプレックスと母に置き去りにされます寂しさとが重なりまして、長い反抗期を送るようになりました。やがて西東京市から母の職場があります
渋谷区丸山町に移りました。いくら芸者とはいえ母一人子一人の生活は苦しく、小さな風呂なしアパートで暮らしておりました。辰子さんは自宅で芸者置きや三月夜を営む女主人でしたが、実際は名ばかりで芸者は辰子さん一人しかいませんでした。1964年渋谷区小東中学校の3年生になりました安代さんは、当時 NHK 総合で放送されておりましたテレビドラマ「次郎物語」の主演で人気を博していました。劇団コマドリ所属の同い年の子役俳優池田秀一さんのファンとなり追っかけを始めました。安代さんは池田さんに会うために次郎物語を撮影していました。千代田区の NHK 日比谷会館に通い詰めました。なお週刊平凡1972年1月20日号に書かれております、当時池田氏は中学2年、安代さんが1年だったという記述はいずれも誤りでございます。実際は2人とも中学3年生でした。またこの次郎物語に出演されておられました子役俳優の宮城博正さんが後にジャニーズ事務所に入所し、ジャニーズジュニアになっています。安代さんは家計を助けるため1965年3月に小東中学校を卒業しますと、高校へは行かずにモデル業を始めました。この時期は飯野康代の名前をひらがなにしており、途中から飯野康代と漢字の芸名で活動しております。ザ・ワイルド・ワンズのコスチュームデザイナーのアシスタントとして衣装のデザインに加わったり、親しかった当時ザ・フラワーズのメンバーの内田裕也さんの紹介で初代ジャニーズの付き人を始めるようにもなりました。そんな中、当時ジャニーズのバックバンドのメンバーでした峰昇さんと非常に親しくなります。片親でした安代さんは、峰さんが家族と住む三鷹市井の頭のアパート栄荘に夕食を食べに頻繁に通い詰めました。帰りは井の頭線の三鷹台駅から上りの電車に峰さんも同車し、一旦終点の渋谷駅まで2人で行きますが、そのまま車両からは降りず、やがてその車両が下りの最終電車として折り返し運転を始めますと、安代さんは新鮮駅で降り、峰さんは三鷹台駅まで帰っていくというのがいつものパターンになっていました。恋人関係ではありませんでしたが、峰さんとの交友は約2年ほど続きました。当時峰さんはバックバンドもしながらジャニーズ事務所にジュニア当時のジュークボックスのメンバーとして所属しておりました。峰さんに突如できました彼女の存在を疎ましく思いました。メニー北川氏は考えられないような驚きの行動にここで出ます。なんと日活の若手俳優愛を使って安代さんを強姦させたのです。やっぱりこのような言動がジャニー北川氏もモンスターならば、メリー北川氏も同じモンスターと評されるゆえんでしょう。ちなみにこれが安代さんにとっての初体験となりました。この若手俳優 I の正体なんですが、イニシャル I に該当します。日活の若手俳優は井田武、後の井田武、糸賀康雄、岩手誠志郎の3人のうちの誰かではないかと言われております。ありえないくらい非道かつ卑怯なメリー北川氏の命令です。当時の安代さんは16歳でした。このレイプ事件でメリー氏は安代さんが芸能界からいなくなるだろうと目論んでおりました。はい、ここで一旦区切りましょうか。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に芸能界にリターンです。全項目最後に僕が話しました。メリー氏の計画は失敗します。芸能界から消えたと思っていた安代さんはへこたれませんでした。ただ安代さんの最後を知っていますと、この時メリー氏の策略で芸能界には戻ってこなかった方が良かったかもしれませんね。続きを話していきましょう。当時誰もが羨むような美貌の持ち主でした。安代さんはそのまま埋もれてしまうことはありませんでした。強姦事件から2年後、1968年5月5日ミスユニバースの日本大会に出場されました。安代さんは見事優勝して日本代表となりました。その時の大会の応募総数は2836名で、全国7地区から代表者21名で争いましたが、安代さんは優勝しました。この時の商品は自動車、カラーテレビ、婚礼家具一式でした。また安代さんは母親であります辰子さんが創価学会員でした。それゆえ後日池田大作氏からも豪華なプレゼントが贈られました。ここは嫌な読み方をしますと、安代さんが本当にそれほどの美貌があったからなのか、そっち系の後ろ盾があったから優勝したのか、勘ぐるところではありますね。続けます。この時の優勝の挨拶の際に安代さんはなぜか、私は2号さんの娘なんですと芸者の私生児である自分の生い立ちをいきなり語り出しました。今だったらそこまでではないかもしれませんが、その当時は大問題となってしまい、この発言はマスコミの格好の餌食となりました。週刊誌などは競い合うようにこのネタに飛びつきました。日本代表選考会の主催者でした国際親善友好協会はこの安代さんの発言に失望しました。また安代さんの最終学歴が中学校卒業という点にも難色を示しました。各メディアに対し、今年からミスユニバースの日本代表のレベルアップしようと思ったが、やはりうまくいかなかった、
我々としては彼女がマイアミで入選でもしたらまた問題になるし、今度は国際的なことになってしまうので、それを一番恐れているんですよ。この上はすんなり落ちてなるべくニュースにならんことですね、と週刊新潮に書かれました。安代さんの自宅には2号や目かけの子などのいたずら電話も相次ぎました。また右翼を名乗ります男性からは、貴様は日本の恥だ、世界大会を辞退しないと家がどうなっても知らんぞ、と脅されました。さらには日本刀を片手にチンピラが丸山町の安代さんのアパートに怒鳴り込んでくる事件まで起きました。国際親善友好協会は安代さんに対しまして日本代表を辞退するように勧告しましたが、安代さんはそれを突っぱねました。安代さんはマナー教室に行ったり、英会話の勉強に励んだり、関係各方面への挨拶回りに追われる日々を送りました。ところが本来アメリカへの渡航費は協会が負担するはずだったのですが、1円も出してもらえないことになります。仕方なく安代さんは業界関係者の間を駆け回りましたが、しかし思うように資金が集まりません。そんな中、洋服デザイナーの知人を介しまして山口洋子さんと出会います。山口さんが銀座で経営しておりました最高級クラブ姫のホステスとして、破格の200万円という契約金で働くことを条件に渡航費用を賄ってもらいました。新たな晴れ着を買う余裕までなかったので、母の友人から送られました木八条を1枚持ち、教会からは買い添え人さえもつけてもらえない中、母と2人だけで1968年6月下旬にアメリカに渡り、7月13日にフロリダ州マイアミビーチで行われましたミスユニバース世界大会に強行突破で出場しました。その結果、安代さんはアメリカの審査員のミセス・アブトンやイスラエルの審査員からは盛んに褒められましたが、入選には至りませんでした。その後日本へ帰国します。羽田空港のロビーには50名ほどの記者が集まっており、そのまま記者会見が開かれ、安代さんは親善大使の仕事が済み次第銀座のクラブホステスになると宣言しました。安代さんは前述しましたクラブ姫でホステスとして勤務を始めました。当時の同僚には梅宮達夫さんの最初の妻の大門節子さんや女優の山口かな子さんがいました。なお安代さんがお店を去った後は田辺真理子さん、カルーセル真希さん、田村純子さんも働いていたということですから、クラブのレベルの高さがわかりますね。そしてホステスだけでなく芸能活動も再開しました。ミスユニバースを優勝した際に池田大作氏に気に入られました安代さんに、あの女が近づいてきます。それは池田大作氏の意向で手のひらを返しましたメリー北川氏です。メリー氏はジャニーズ事務所に初の女性タレントとして入所するように進めました。モデル業だけではなくテレビドラマや映画にも出演し、並行して舞台の話も決まりつつありました。このまま芸能活動はうまくいくのでしょうか。それでは次の項目です。項目3、恋人の子供を解任出産です。続きを話していきましょう。恋多き女性でした安代さんは、お坊ちゃま育ちで背の高い大学生、小東中学校時代の同級生との交際を経て、駆け出しのバンドマンでした1歳年上のハーフ男性ジョニー・レイズさん、後のジョニー・吉永さんと1969年1月末より交際を開始しました。同年4月、安代さんはまだ19歳になったばかりでしたが、早くもジョニーさんとの子供を解任しました。さすがにミス・ユニバース日本代表のホステスという肩書きの効果は大きく、高級クラブ姫での人気は一番でして、1日の報酬も1万5000円、現在の価格で6万円を稼ぎ出していましたが、安代さんは無職の彼氏ジョニーさんに貢ぐために山口洋子さんに金を無心してバンス、前借りのことですね、を続けました。平凡パンチ1969年4月7日号では、飯野安代と8人の男18歳のセックスヒストリーというタイトルで5ページにわたるインタビュー記事も組まれました。この他にも当時の安代さんの周りには、安代さんが放つフェロモンに魅了されながらも手が届かずにいてます無数の取り巻き男性がおり、彼らからは女神として崇められていたそうです。安代さんは母親の反対を押し切り、原宿のワンルームのアパートでジョニーさんと同棲を始めました。安代さんは毎日マーガレットやピンクのバラを買って部屋いっぱいに飾りました。バスルームにはジョニーさんのために拡大鏡がついております。ヒゲ剃り用の鏡も設置しました。ジョニーさんはレストランの経営を新たな目標とし、クラブ姫の山口洋子さんの紹介で同年11月初めから赤坂のサファークラブのボーイとして働くようになりました。月給は5万円、現在の価値で15万円ほどでした。安代さんはジョニーは私の夫ですと周りに伝えていましたが、ジョニーさんは私生児で無戸籍だったため籍は入れられず、正式な結婚ではありませんでした。妊娠4ヶ月の状態で安代さんが雑誌女性セブンにてジョニーさんと共にヌードを披露することで妊娠を公表しました。これがメリー北川氏の逆鱗に触れることとなり、雑誌出版の2週間後にジャニーズ事務所を解雇されました。
この画像の下に絶対赤ちゃんを産みますと大きく文字が記されていますが、メリー北川氏は安代さんの去り際にこのまま幸せになれると思わないことという言葉を伝えたといいます。怖すぎますが、これがメリー氏の本性です。出産予定日は1970年2月26日でしたが、2ヶ月早い1969年12月22日の夕方に産気づき、同日19時15分、渋谷区広尾の日本赤十字中央病院で2150g の男児を出産しましたが、予定より早すぎました出産で、未熟児でしたから保育器に入れられました後、呼吸困難に陥ってチアノーゼも起こし、生後24時間も経たずに男児は12月23日17時19分に死亡してしまいました。なお2019年7月9日にジャニー北川氏が死去したのも同病院になります。メリー北川氏の怖さが見えましたね。それでは最後の項目です。項目4、早すぎた不審死です。その後安代さんは再びクラブ姫に戻りました。ジョニーさんは安代さんにもう一度音楽をやりたいと切り出し、安代さんもそれを了承、同棲生活を解消し、ジョニーさんはバンドカーニバルスに復帰されました。ジョニーさんと別れて独り身を謳歌しておりました安代さんでしたが、破局の件はすぐに知れ渡り、ジョニーさんの後釜を狙う男たちが次々と安代さんの前に現れました。青年実業家、芸能人、芸術家、テレビマンなどです。中には愛人契約をちらつかせます、財界人もいたそうです。愛人契約やパトロンの申し出は断りましたが、八百屋の次男坊やあの俳優の西郷輝彦さんなど様々な男性たちと交際しました。そして男たちと過ごす時間の方が増え、さらにホステスという仕事自体も徐々に嫌になってきて、クラブ姫での仕事は休みがちになっていきました。男ができるたびにその男の部屋に住み着いては限界まで金を貢ぎ、別れるとまた丸山町のアパートに戻るの繰り返しでした。安代さんは様々な男性と交際する中、かつて中学3年生の時に追っかけをしておりました同い年の俳優池田秀一さんと1971年7月に芸能人のたまり場として有名でした渋谷の高級会員絨毯バー新海魚にて約7年ぶりに再会しました。ちなみに池田さんは声優として有名で、代表作はアニメ機動戦士ガンダムのシャア・アズナブル役ですので、皆様もその方が誰かわかるかもしれませんね。そして当然のごとく2人はすぐに親密な関係となり、以降も深海魚で飲んだり、池田さんの趣味の乗馬を楽しみました。安代さんは池田さんの誕生日には黒色のスーツをプレゼントしたり、週2回ほどの頻度で池田さんのマンションの部屋に通っていました。長年の憧れでした男性とやっと付き合いました安代さんでしたが、1971年12月28日不審な死を遂げます。何者かが安代さんの部屋を放火したとされています。有害ガスと一酸化炭素が室内に充満していく中、安代さんは6畳間の寝室のベッド脇でストライプのシャツとミニスカート、その上からエプロンをつけました姿のまま深い眠りに落ち込んでいました。安代さんは寝ておらず、行きつけでした深海魚で飲み歩いてきた後でした。蒸し焼きのような状態で意識不明になっていました。第一発見者は出前の器を回収しに来ていました蕎麦屋の店員でした。消防車到着後、消防署員によって発見されました。意識不明の安代さんはすぐさま病院に運ばれましたが、途中15時15分に息絶えました。死を知らされました母達子さんは泣き崩れ、安代さんの死から半年後後を追うように他界しました。この放火事件がメリー北川氏の仕業である証拠は見つかっておりませんが、当時交際しており安代さんのことを知っていました池田さんは、その後メディアに一切この事件について話すことはなかったこと、また2007年1月にワニブックスから出版されました自叙伝シャアの鎮魂歌我が青春の赤い彗星でも、この重大な事件については一切触れず、安代さんとの交際期間の部分だけ丸々カットされていました。この2点よりどこぞの事務所から圧力がかかっていたのではないかとずっと噂されています。梨本さんの動画に引き続き、今回いいの安代さんについての動画を作らせていただきましたが、闇が深すぎましたね。いよいよ恐ろしい事務所でございます。ジャニー北川氏の性的虐待だけではありません。メリー氏、ジュリー氏、白橋氏、どの人間もこの事務所に関わっている人間、そして北川家の血は同化しています。ジャニー氏もメリー氏ももうこの世にいませんが、残しました事務所をのうのうと継続させてもいいものでしょうか。はい、ということで今日は飯野康代さんについて話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金、すべて無料ですから気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。